花がイケメン大会。どうも、はい、どうも、はい、どうぞ。のせと、もちです。はい、というわけで、イケメンシリーズ第4弾ぐらいですね。はい。今回はこちら、花うがいの花ドア。こちらはね、もう絶対にブスになってしまうんですよ。適正にやる方法がね、鼻と口から出るから、こうやんなきゃいけないの。確定ブスなんで。確定ブスをいかにイケメンにこなせるかっていう、そこがやっぱ、俺らイケメンの裁量がね、はい、試されるところなんですけれども。だってさ、鼻に水入るとバカ痛いじゃん。そうなんだよ、怖いんだよ普通に。絶対痛いだろ。こんなポップな書体で痛くないって感じ。それで嘘だから。嘘書くなよ。というわけで今回は鼻うがいイケメン大会です。やっていきましょう。おーじゃあまず一番手を決めましょうよ。アルキ君でお願いします。いやです。いやでも俺こういう系つまんないからな。いやでも前回おもろかったから。前回俺が一番つまんなかった。じゃあ乗せから行こう。よっしゃ、乗せ俺もっち、カイト、もっちの順番で。なんで2回やるの。何挟んでんのカイト。オープンセサミ。わあ、おしゃぶりみたい。哺乳瓶だとしたらね。ウォーリー知ってる？映画のロボットの。だから分かる。あれのヒロインのさ、白いロボットがやるのよ。覚えてねえ。うわ、めっちゃ入ってる。え、ミント。匂いがリステリンなんだけど。ああ、ほんとだ。リステリンに鼻に入れるのやばくない？え、無理じゃん。入んないじゃん。だってこれだってさ、要は吸い込むんだよ、今からこれを。結局無理なんだけど。ここに出すもんね。だからリステリンと変わんないじゃん、マジ。どうぞ。もっとこのグッと押すんだよ。もう押せばいけます。出てる。地獄マジで。いやでも全然痛くない。マジシンプルに何が一番痛かってこの液体見るのが一番気持ち悪いで。いきまーす。あ、やば、思いっきり押しちゃった方がいいかもしれないよ。うわーって出るから。いけいけ、もう勇気を振り絞れ。もっと上向いた方がいいかもね。でんもうちょい上向いて。マジでやだ。おい、うがいできてないやん。何それ。うわ、汚いマジで。マジで。待って、もう俺本当に無理そういうの。いきます。イケメンだからな、あくまで。あ、いい、はい、あ、いい、あ、いい。でもこれでいつ以上です。頑張って、インテリ系で。うわー、いきます。ゲットいけ。あーあ、どうだ。え、待って、これきつくないけど全然面白くない。俺押してあげるか、逆に。人に押されるの怖っ。なに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 。なんかいるね。プランクトンが発生してる。いきます。あーあうわー怖っ。左から取った方がいいかな。一番強い腰。一緒じゃねえか。みんな一緒じゃねえ。まだいける、まだいける。あ、待って、ちょっとティッシュね。俺これ分かったわ。いくぞ。